イスバーンはドイツ語圏において、各国の国有鉄道、国営鉄道、またはこれに準ずる公的機関などが運行している都市内、都市近郊鉄道のことであり、地上鉄道の形態を指す。都市高速鉄道や、英語のラピッドトランジットのうち地下鉄以外の都市鉄道に相当する。もともとは、ベルリンの東西を走行する高架軌道シュタットバーン。 シュタートボンを走行する列車のことを指した。また、ドイツ語においてはドイツ語圏以外にある同種の鉄道を S バーンと呼ぶことがある。近年、ドイツやスイスでは、中小規模の都市において、第三セクター鉄道等が、近郊列車を S バーンと称して運行する例も見られる。なお、S バーンは、必ずしも、電車だけで運転されるものではなく、都市や路線によっては、 機動車や客車が使用される場合もある。ベルリン S バーンの481系、ハンブルク S バーンの474型ハンブルク、中央駅ミュンヘン S バーンの423型、ドレスデン S バーンの2階建て客車と143、型機関車ドイツ鉄道の関連会社によって運営されているものと、第三セクターなどで運営される、通勤。 近郊列車に S バーンの名を冠したものに対別される。ドイツ鉄道の地域輸送会社、子会社などで運営される S バーンには以下がある。ベルリンとハンブルクは DB の子会社、その他は DB の地域輸送会社による運営となっている。S バーンは各都市の地域交通を統括する運輸連合に加盟しており、各運輸連合に所属する交通機関の間で、 運賃体系が共通化されている。成立時期により分類した場合、大きく分けて以下の種類がある。第二次大戦前に第三期情報式による電化で整備されたもの。ベルリンとハンブルクが該当。1970年代に西ドイツで整備されたもの。ミュンヘン、ラインマイン、シュトゥットガルト、ラインルールが該当。1970年前後に 東ドイツで整備されたもの。ドレスデン、ライプツヒハレ、マクデブルク、ロストックが該当1980年代に西ドイツで整備されたもの。ニュルンベルクが該当東西再統一後の2000年代に整備されたもの。ラインネッカーとハノーファーが該当第二次大戦前に電車運転を開始したドイツ最初の S バーンである。 ベルリンと2番目のハンブルクでは、第三機上方式の直流電化で独立した線路を持ち、車両も両都市圏で専用の電車が使われる。1930年にドイツの S バーンロゴはフリッツ・ローゼンがベルリン管理局の注文により考案した。第二次大戦後に整備された S バーンは、 電化方式もドイツ鉄道標準の交流 15000V16.7Hz の各電車線方式が採用され、以降の各地の S バーンで採用されている。一般鉄道と共通の電化方式で最初に開業したラインルール都市圏は、隣接するケルン都市圏と一体化したドイツ最大の S バーン路線網を有する。1970年代に整備されたミュンヘン。 ラインマインのフランクフルト、シュトゥットガルトでは、東端式の中央駅から地下線で都心部を横断して放射状に路線が広がる点が共通している。車両は電車が主体で、開業時に420系、1990年代末からは423型が導入されている。2000年代整備されたハノーファーでは、主に424型が、 ラインネッカーでは425型が使われる。西ドイツのラインルールとニュルンベルクでは制御客車と機関車によるプッシュプル運転が採用された。東ドイツの各地で1960年代に整備された S バーンでは2階建て客車のプッシュプル列車が導入されている。2000年代以降は電車への置き換えが進み、マグデブルクでは425系、ニュルンベルク、 中部ドイツとロストックでは442系タレント2が運用される。第三セクター会社によって運行される列車が S バーンと称される例としては以下がある。ブライスガウとオルターナウは S バーンを名乗るものの実際の運行形態としてはレギオナルバーンの系統である。このうちブライスガウでは2020年までに路線を S バーンとして整備する。 ブライスガム S バーン2020計画が進行している。また、オーストリア及びスイスの S バーン路線では国境を通過してドイツ国内に侵入する路線も存在する。車両はブライスガウとオルターナウでシュタッドラー車製のレギオシャトル RS1 機動車を使用する。ブレーメンではコラディアコンチネンタル電車が使用される。オーストリアでは オーストリア連邦鉄道が主に路線網を運営する。また、ザルツブルク、リンツ、グラーツなどで、地方鉄道も運営に参加している。ウィーンエスバーンの4020系電車スイスではドイツで、通用する意味の S バーンは、チューリー品 S バーンしかない。他の地域では既存の普通列車路線が、S バーンと名乗っている。スイス連邦鉄道だけではなく、施設地方鉄道も、 S バーンの運用に参加している。フランス語圏では S バーンはアラーと表示、翻訳される。スイスの S バーンネットチューリーエ S バーンの2階建て電車地下鉄 U バーンに対する語である。現在のドイツでシュタットバーンは S バーンとは別種の鉄道を指す。ドイツの地域交通における運輸連合の展開とその意義2014年の路線延伸を機に マクデブルク S バーンから解消。ダスゲハイムにスワムズ S、ボンロゴイストジェラフテッエ S バーンベルリン、2021年6月25日、閲覧。ありがとうございます。